はい、皆さんどうもおはようございます、こんにちは、こんばんは、チークチャンネルと申します。よろしくお願いします。ついにですねプレステ3を買ったので、プレステ1のゲームができるようになりました。画質がめっちゃいいですね。で、アークザラット3っていうのを僕子供の頃に2分ぐらいかじったことがあります。2分ぐらいかじってよくわからんくてやめて、ですっごいそれが印象に残っとってですね、オープニングがまあ、このアークザラット3のオープニングが僕の脳裏にずっと焼き付いとって、大人になった今でも忘れてなかったんですよ。で、それをずっとやりたくて、今回、プレステ1のゲームですね、アークザラット3を買って、やることにしました。久々の、RPG ということで、メッセージは速い、移動スピードも速いにするか、ウィンドウ背景、よくわからんけん、ちょっと戻しておきます。はい。よし。ん？変わったよね？よっしゃ。ということでやってみましょう。久々すぎるアークザラット3。もう多分ね、4歳とか5歳とかの話を多分しよったの。話も全然忘れたけど、この最初のオープニングが、すっごい、なんか、イメージに頭にずっとこびりついとって、ここね、これが。なんかこの世界が崩壊したみたいな。これがね、ずっと頭に残っとったせいで、やりたくてやりたくて仕方なかったんですよ。でもプレ2がなんかプレステ1のソフト読み込まになってゲームができんくなったんですよ。でプレステ3を今回ちょっと買ってみてでプレステ1のソフトができるっていうことで意を決してやってみます。これ多分めっちゃ昔のゲームなんですよね。多分誰みんな知っとんかなこのゲーム。そう、これ RPG やのに主人公がね喋るんですよ。ある程度ちょっとだけなんかそうウィンドウでなんか行動前に喋るんですけど、あそう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 、これが主人公なんですよ。主人公が、なんか謎の騎士に助けられて、これがハンターって言われるやつなんですね確か。でそのハンターにこの時に助けてもらったことで自分もなりたいっていう風に、志して青年になってその夢を叶えると。
て、俺ここだけ覚えてます。ここだけ覚えとるけども、これ以上は全然覚えてないですね。どういう話だったかも覚えてない。なんかポッツかルッツかなんかしたけど、そのなんか右腕みたいな存在のやつがおって、そいつがなんか腕切れちゅうでーっていうのだけは覚えてます。それしか覚えてない。そうで、ここでハンターになるべく、ハンターに助けられた命を持ってハンターになると志して、青年に変わるんですよね、これ。あ、懐かしい。めっちゃ懐かしい。興奮する。やりたすぎる。で、僕の実況は基本的にあんまり叫んだりしないんで、ある程度落ち着いた実況になります。まあ、ほぼ完全初見ですね。ほぼ完全初見のゲームになりますんで、よろしくお願いします。あの大災害の時、僕を助けてくれたのは、ハンターだという。大災害、あれが大災害っていうね。なんかあったな、こんなの。おかげで僕はこの村にたどり着き、いろんなものを得た。なんかメッセージ遅くない？こんなもん。友達もできた。そして名前も。で、アークザラットはこれ3作目なんで、1、2があるんですよ。ワン、ツーがあるんで、まあ、そのうちやっていきましょう。カタカナ。あ、漢字も入れれるんや。へえ、すげえね。すげえね。名前はですね、僕の、ん？僕のゲーム名でいきます。チーク。チーク。さあ。よし。チーク。そう、それが僕の名前だ。昔やね、この RPG の名前の決め方。うわぁ、誰や。あ、これがね、確かね、仲間になるんですよ。誰やったっけ。いてぇ。なんだ、チークいたのかよ。もう少しでてっぺんの身に届きそうだったのに。あれはきっと魔法のリングに違いないぜ。そこいつなんかちょっとお調子者みたいな。ルッツね、ルッツルッツルッツ様。このルッツ様とあろう者がアイテムを取り損なって木から落ちるなんて悔しい。チーク、お前こんなところで何してるんだ。昔のことをちょっと思い出していたんだ。またハンターのことか。確かお前を助けて剣をくれたっていう。うん。大災害の時の記憶は途切れ途切れだけど、あのハンターのことだけは覚えてる。この剣も大事にしてきた。そう、これハンターに確か剣もらったよね。すごくかっこよかった。僕もいつかあんな風に。キャー、なんだ、ルッツ行ってみよう。さあ、なんかあったあった。懐かしい。キャーキャー。めっちゃ懐かしい。やばい。めっちゃ懐かしい。てか画質が良すぎる。うわ、なんだ、どうしたんだ。村のみんなが。おっと、まだガキが二人嫌がったぜ。チーク、ルッツ、こっちへ行きなさい。盗賊かな。くそー。もううろちょろしてる奴はいねえな。よし、てめえら金目のもの全部いただきだ。ここは大災害で住むところを失った者が寄り添って暮らす貧しい村ですじゃ。金目のものなど、うるせえ。金目のものが中に酒でも食い物でもあるだろうが。ほら、てめえらそっちだ。あー、なんか人質に取られとんやね、これ。あ、なんか確かに見た記憶があるな、こんなの。なんかあったな、オープニング的な感じよね。姉ちゃん、俺たちの家に。なんだかごちゃごちゃしてるか、ガラクタばっかりじゃねえか。きしょー。俺様の大事なアイテムに何しやがった。ルッツ、よしなさい。私たちがかなう相手じゃないわ。そう、ルッツはなんかアイテムコレクターやった気がする、確か。何やってんだ、お前たちも行くんだよ。で、僕、実況である程度こうやってセリフ読んでいきますけど、めんどくさくなったら読まないっす。時々によって変わるんで、そこら辺はご了承ください。読みたくないと思ったら読みません。くっそ、許せねえ。こういう時にハンターに依頼できればの。ハンター？ハンターに依頼？そうじゃ、ハンターは依頼された仕事は必ず果たしてくれる。この村を救ってくれとハンターに依頼できれば、あるいは、ハンターってどこにいるんだよ。僕がハンターに依頼してきます。どうすれば？無理じゃ、チーク。ハンターに依頼するには、イディオの村のギルドというところまで行かねばならん。イディオに行くには東での橋を渡らなければならないわ。あそこにはモンスターが出るのよ。でもなんとかしなければ。
俺も行く。壊されたアイテムの敵を撃ってもらうんだ。確かにこのままでは村がめちゃくちゃにされてしまう。ここは二人に頼るしか手がないかもしれんの。ゴゼロ、そんな、ゴゼロっていう。どうしてルッツやチークが。ではここにいる他の誰ができるというのじゃ。それは。わかりました。うん、ではチーク、ルッツ任せたぞ。イディオンの町のギルドに村を救ってくれるよう頼んできてくれ。はい、必ず。さあ、これが、この報酬を持っていきなさい。依頼するときに必要となる。はい、報酬を受け取った。報酬ね。それともう一つ、わしが若い頃に持っていたお守りじゃ。塔での橋でモンスターに出くわしたら取り出してみるんじゃぞ。きっと役に立つじゃろう。おう、なるほど。お守りを取り出せと薬草をもらった。あ、薬草か。ん、お守りはまた別か。いい、私があいつらの注意をそらすからその隙に行くのよ。姉ちゃん頑張れ。いけ姉ちゃん、色仕掛けや。ねえ強そうなお兄さん、なんだお前動くんじゃねえ。怒らないで。とっておきのお宝の隠し場所を教えますから、これ以上村を荒らすのはやめてください。何、とっておきのお宝だと。ちょろいな。ええ、おいお前、嘘だったら承知しねえぞ。嘘なんかじゃないわ、案内しますから。盗賊めっちゃ悪そうやな。なんか姉ちゃん、今のうちじゃ。くれぐれも気をつけてな。念のためにそこで記録をしてから行くのがよかろう。あ、なるほど、記録があるんね。はい、これさ、プレステ1の当時さ、あのコンポーネント端子やったやん、赤白黄色のあれじゃないけんさ、結構あで十字キーじゃないと動かんないね。これスティックで動かんわ。プレステ1と一緒やん。ちょっと難しいな。でこれが記録やね。セーブ、よし、一旦セーブしよう。でプレステ3は仮想セーブデータっていうのがあって、なんかね、この俺が持ってる機種さ、プレ2のゲームセーブできんって書いておったんやけどさ、なんかできそうな感じない？まだやってないけど知らんけど。まあちょっとそれはおいおい確かめます。いいよね、メモリーカードがない状態でセーブができるっていうの。おお、いいね、画質超綺麗で。大体まあ1つ40分ぐらい目安でいきますんで、よろしくお願いします。姉ちゃん、ルッツ急ごう。そうよね、もう早く行って早く帰ろうぞ。あ、ごめん。あ、姉ちゃん待っててくれよ。さあこっから冒険かな、軽くチュートリアルかな。さあどこに行ったらいい。イディオの村、イディオの村、モルモ草原。イディオに行ってハンターに依頼しなくては。なるほど、塔での橋。はい、入りましょう。モンスターが出るって言ったらね、多分戦いになるはずなんですよ。ここでチュートリアルの戦いが始まったはず、確か。うわ、懐かし、待って、めっちゃ懐かしい。えぐい。この音楽を聞き覚えしかない。あのね、この、アークザラットとかのさ、ゲーム実況してる人があんまりおらんくて、で、画質も結構汚いんですよ。昔にやっとるはずなんで、これぐらい新しい画質で やりたかったよね、俺も。ここを渡らないと、医療の街に行けないってのに戦うしかない。そうね。そうだ、モンスターに出くわしたらお守りを見せろってゴゼロが言ってたじゃん。そうだった、何か書いてあるな。戦闘入門の書。あー、なるほど、そういうことね。あー、はいはい。でこれは僕動画見とんで、一回人の動画を、あのなんとなく覚えてます。なんでとりあえず行きましょう。でコマンドが、各キャラクターを追ってですね、こうやって動ける範囲が決まっとるんですよ。確か。うん、こうやって。この青いとこまでしか動けない。で、攻撃できんときはもう攻撃終了。敵は残り少ないぞ。あ、そう、いちいちこれを言うんよね。敵は残り少ないぞって言うんよね。いきなり食らうやないかい。フクロリス。そう、反撃するよね、確か。なんかいやらしい攻撃するな、こいつら。懐かしいわ。で、どうしようかな。そう、これでアタックができると。あ、レベルが上がった。早いな。レベルが上がったぞ。ナイフレインを覚えた。
ごめん、椅子がね、なんかね、ガタガタ言うの最近。あ、またレベル上がった。めっちゃレベル上がるやん。どうや、倒せるか。あ、倒した。よしよし。お、こいつもレベルが上がったぞ。めっちゃレベル上がるやん。レベルの上がり具合尋常じゃないね。反撃せ。お手からちょうだい。はめてやる。お前をはめてやるぞ。よし。わあ、めっちゃ楽しい。待って、ありえんぐらい懐かしいんやけど。よし、よしよし、これで、とりあえずチュートリアル OK かな。なんとなくわかりました。で、技とかもあるんで、その技を駆使しながら、敵を倒していったらいいよね。やった、それよりチークな、俺なんだかすっげえことができるようになっちゃったぞ。僕もだ、戦いの中でこんな力が身につくなんて。行こうぜチーク、イディオの街はこの先だ。ああ、急ごう。さあ、これで、次がですね、イディオンの街に行ったらいいんかな。これまた入ったら多分戦闘になるはずないね。あ、入ってしまった。ごめん。入っちゃったわ。あ、多分戦闘になるかもしれん。あ、ごめん。入っちゃった。あ、うん、戦闘になるな、やっぱり。なんか新しいやつ出てきたな。すいません、入ってました。がっつり入ってました。さあ、ちょっと遊んでいこうか。ついでやし、俺様の見せ場だぜ。とりあえず行動終了で、敵は残り少ないぞ。さあ来い。笑いだけ聞いたことないな。余裕だぜ。え、待てよ、これか。特殊能力、ナイフレイン。あー、そういうことね。ダメか。ナイフレイン。あ、こういうことか。なるほど。よし、一旦行ってみる。そうで、こういう特殊技をね、覚えていくんですよ。あ、そんなに強くない。甘く見るなよ。言うほど強くなかった。キュア、キュアがね、体力を回復するのよ、確か。まあ、一旦行くか、とりあえず。ああ、ダメか、倒せんか。やられる。ナイフレイン。そう、こんな感じでこう集団攻撃もできるってやつね。よし、倒した。バイバイ。で、あんまり使えんのよね、確か。この攻撃も、特殊能力も MP があるんで、そんな何回も使えるわけじゃないよね。お、レベル上がったぞ。 OKOK、 よし。あ、気をつけて。倒せれろ。よし。バイバイ。まあ昔のゲームなんでね、これ自動戦闘とかないんで、もうこのままやっていくしかない。でもね、これね、プレスリが壊れたら多分アウトよね。データ消えるよね、多分。飛ぶよね。やだな、それ。やだな。よし、入るか。イティオの村。いや、イティオじゃなくてイティオやった。さあ、ここで、ギルドに依頼をしましょうということで、ギルドどこやったっけ、全然覚えてねえや。あったなー、これ。うわ、あったわ、これ。これめっちゃ懐かしい。うわ、すごい。都会だぜ、都会。ここはそう、都会とかいう感じだよね。ここがイティオか、サシャ村とは全然違うな。広くて迷子になりそうだな。早くギルド行って依頼しないと。ギルドってどこにあるのかな。あ、ちょっと待って、これさ、プレスリのコントローラーってさ、有線な、もしかして。とにかく街の人に聞いてみるしかないな。そうね、そうだな、急ごうぜ。そう、とりあえずこの情報収集しましょう。
イティオの町、エテル島では一番大きな島なの。ギルドだってあるんだから。あれね、特に、これは町の外。こんな感じで町の中には入れるよね、確か。イティオの宿屋。あ、ちょっと一旦寝よ。一旦寝ましょう。ああ、これは聞き覚えないけど、多分聞いたことあるんだろうな。さあ、ということで、宿屋は荷物のお預かりもするので、詳しくはカウント。はいはい。一旦これ無視で。めっちゃ懐かしい、マジで。やばい。今、興奮がマックスです。スティックで動けたらいいんやけどね。スティックで動けないね。隣に止まってるのはどうも音楽家みたいだ。これ確か壺とかないんよね。なんかそんなんなかった気がするんやけど。壺割ったり、タンス開けたりとかって。荷物がある。ああ、そうか。多分何も触れんね。よし、ここは何もない。難しいな、この十字キーの操作って。スティックで慣れてしまっとるけん。一旦、あ、いっか。とりあえずいっか。ええわ。一旦セーブはしない。そんな再生しとったらね、キリないんで。村が襲われてるのかい？何グズグズしてるんだ？早くギルドに行きなよ。ギルドならこの町の北西だ。ならず者が村に、早くギルドに行きなよ。なるほど。ちょっと一旦探索したいんだよ。俺は探索がしたいんだよ。入り口どこやこれ。この先、イティオの港。港へ出ますか？港があるんか？なんか覚えとるな、ここら辺。音楽も。なんとなく入ってくるわ。こっちのもないね。どうした？顔色が悪いぞ。特になんもないな。特に何もないね。よし。戻ろう。いや、楽しいです。ちょっと待って、これ楽しいぞ。久々すぎて楽しい。あとは、結構広いな、ほんで。めっちゃ広ない？さあ、ここは居酒屋かな。揉め事だったらギルドへ行けよ。酒場に来てる場合じゃない。そりゃそうやな。間違いない。急いでギルドに行った方がいいんじゃないですか。子供の来るところじゃねえぞ。俺は演奏しながら世界中を回って旅して、あいつが音楽家か。ハンターに用があるならギルドに依頼を出さないと。一旦ギルドに行ったらいいんか。もうここ何？探索とかも結構せないかんよね。レンバルの家。パパ知らない人が入ってきた。確かに。急いでギルドに行った方がいい。みんなそれしか言わんない。やっぱギルドに行かねえかんのか。一旦行くか、ギルド。多分そのうちまた探索せないかんなるやろ。よし。遊びに行こうぜ。ギルドならほら、あのドアさ。ああ、はいはい。あの左のやつね。これね。よし。あ、はいはい。懐かしいですね。ここはハンターがいるギルドですか？そうだ、俺たちがハンターだよ。あなたたちがハンター。助けてください。僕たちの村がならず者に。頼むよ。姉ちゃんが大変なんだ。慌てるな。依頼ならまず窓口で頼むんだ。なるほど。窓口に行けと。僕たちの村が襲われてるんです。お願いです。助けてください。これ持ってきた報酬です。ふむ、急を要するだね。わかった。確かに依頼を受け付けたよ。さあ、誰が来てくれるんやろ。仲間にならんのかな。ハンター諸君、至急受けてほしい依頼が入った。事態は一刻争う。その子たちの村を救う仕事だ。誰かいないか。よし、俺が受けよう。お。なんか、ストリートファイターみたいなのが出てきたぞ。リーグルか。お前なら安心だ。よろしく頼むぞ。
任せてくれ。いや違うな、任せてくれ。これぐらいか。俺が君たちの依頼を受けた。さあ君たちの村へ案内してくれ。はい、お出かけ中でー。さあこれでリーグルが助けに来てくれるの？どういう状態？あ、もうここまで飛ぶんね。やっぱりねえじゃねえか、このアマ。今度こそ本当のことを言わないと承知しねえぞ。お宝はどこだ？素直に白状しやがれ。はい、あの牛の餌の中に。そうか、牛だな。牛なら25番目に見たぞ。お前らちょろすぎん。あ、いけない、やばすぎやろ。明らかに嘘やと分かってるのに。貴様、やばい、助けてやれ。そこまでだ、ゴルツギども。ハンターとはいえでもさ、あの鉄砲持ってるやつには勝てんくねえ。ハンターだ。依頼によりお前たちをやっつける。何をおめえらやっちまえ。負け犬のセリフや、ザ・負け犬のセリフ。君たちよく見ておけよ。なんかしやがったぞこいつ、いきなり。すごい。そうか、特殊攻撃があるけん強いんか。さあ本番はこれからだ。どっからでもかかってこい。参りました。すいません、全部お返ししますから勘弁してください。素敵、惚れ取れないかい。おい姉ちゃん、惚れ取れないかい。あの姉ちゃん絶対可愛いよね。こんな辺境の村なら楽に強盗できると思ったんでさ、腹ペコでどうしようもなくなっちまって。けどまさかハンターさんを呼んでくるとは恐れ入りました。手のひら返しエグ、もう二度としません。ごめんなさいやって。手のひら返しエグすぎやろ。どうします？おい、おめえらも謝らねえか。どうもすいませんでした。この通りです。どうぞ勘弁してください。うん、そういうことなら良いですから、今度こんなことをしたらまたハンターさんにとっちめてもらえますからの。ありがとうございます。行くぞ野郎ども。根はいいやつなんやな。やっぱ腹が減るとね、人間変わるけんね。ハンターさんどうもありがとうございました。おかげで助かりました。依頼を受けてそれを達成するのが我々ハンターの仕事です。お役に立てたらよかった。何もない村ですが、どうぞゆっくりくつろいでください。ありがとうございます。ハンターさん、ぜひうちいらしてください。お腹空いてらっしゃいません？一緒にお食事でも。私すぐに支度しますから。え？はあ。どうぞご遠慮なさらずに。はあ。おいおい、惚れて戻るぞ。ルッツ、僕たちも一緒にいてリーグルさんに話を聞こう。ちょっと待った。今姉ちゃんの邪魔したら殺される。なるほどな。ご苦労だったな。お前たちハンターさんが来てくれたのも、お前たちがギルドに依頼してくれたからじゃ。本当にようやった。ゴゼロ。実はイティオに行く途中でモンスターと戦ったんですけど、その時不思議な力が身についたんです。体力を回復したり。そう、俺の場合は一度に広い範囲を攻撃できるようになったんだね。ナイフレインのことやね。なんとお前たちが。そうか。ゴゼロ。いや、戦いの中でそういう不思議な力を身に宿す者がいるというのはわしも知っておる。そうなんですか。じゃあまさかお前たち二人にその能力があったとはの。じゃあ俺たちまだまだいろんな力が身につくかもしれないな。うん。とにかく二人とも疲れたじゃろ。ゆっくり休むがいい。さあ、こいつらも、ハンターの素質ありか。俺もチークんち行っていいか。今ちょっと帰れないんだ。やっぱルッツにしかわからん、この姉ちゃんのやばい感じがわからんやね。いいけど。さあ、これで家帰るということ？自分家に帰ったらいいんか？ハンターってすごい。ハンターのおかげで助かったってお母さんが言ってたやって。本当にみんな無事でよかった。あんたちもやるもんだね。俺んちどこや？そもそも。ん？俺んちはどこ？僕の家はどこだい？ここがゴゼローの家やったもんね。ちょっと待ってよ。これかな？自分の部屋。いやー、なんかいろんなことがあったよな。姉ちゃんのとこ行きたかったな、一回。今までこの村しか知らなかったけど、イティオって都会だったしさ。なんか外の世界ってもっと広くて、お宝がどっさりやりそうだよな。そうだろうな。ハンターもたくさんいるんだろうな。ハンターってすげえよな。あのゴロツキたちを一発でやっつけちゃうんだからさ。あの大災害の時、僕を救ってくれたのもハンターだった。
僕もあんな風になりたい。お前ハンターになりたいのか？ルッツ、あの人のところに行こう。もう食事も終わった頃だし、帰っても姉ちゃんも怒んねえだろ。さあ、自分家に行けと。違う。ルッツねえか。とりあえず一旦セーブしていい。何が原因でデータが飛ぶかわからんけん。怖い。すごいよね。便利よね。このプレステ1のゲームがプレステ3でできるなんて。しかもメモリーカードいらずで。内部メモリーでできるなんて。プレステ4とか5にもつけたらよかったのにね、この機能。ルッツ、ここやな。姉ちゃん、ただいま。お邪魔します。いらっしゃい。姉ちゃん、それなんだよ。彼がお礼に言ってくれたの。アイテムじゃんか。見せて見せて。触んないでよ。海の向こうの珍しいアクセサリーなんだから。何？海の向こうの？そんなの見たことない。私がもらったのよ。いいじゃんか。お前ら、しょうもない喧嘩するな。リーグルさんは？え、彼なら散歩に行くって。ルッツダメだってば。ちょっとぐらいいいだろう。ルッツ行かないのか。それどころじゃねえよ。姉ちゃん、そのアイテムよこせってばさ。お前、ボルトやないか。ダメと言ったらダメよ。一人で行くか。ということで、なんか勝手に兄弟喧嘩しろんで無視して、リーグルさんを見つけに行ったらいいんか。で、なんか見た感じ、これアイテムとかなさそうやけん、家の中に。もう多分、普通に行っていいね。なんか探索とかなさそうやね。ハンターさんに眺めのいい場所がないか聞かれたから、崖の場所を教えといたよ。崖って言ったら上の方にあったやつよな、確か。こっちじゃなかったっけ？あ、おった。よね、ここよね。リーグルさん。あ、君か。どうしたらあなたのようなハンターになれるんですか？君はハンターになりたいのかい？はい、僕はこれで二度もハンターに助けてもらいました。だから今度は僕がハンターになって、その気持ちは大切だけど、ハンターは大変な仕事だよ。いつも危険と隣り合わせさ。そんなこと平気です。そうか。実は俺がハンターになったのも君と同じような気持ちからだった。ハンターがこの世の中で果たしている役割はすごく大きい。普通の人にはできないようなことも、ハンターならやってのける。モンスターを退治したり、海を渡って品物を運んだり。海を渡る？そんなこと大災害の後はもうできないって聞いてたけど。あなたも海の向こうに行ったことがあるんですか？ああ、あるさ。どんなところなんですか？それはいろいろだね。西の方には砂漠があって、そこでは大災害で故郷を失った人たちが新たに町を作っているんだ。砂漠に？ああ。それから北の方には大災害で起こった洪水で半分沈んでしまった町がある。でも人々は平気で残った場所で暮らしているのさ。へえ。だったらあの高い壁に囲まれた町って知りませんか？高い壁？知らないな。そこが何か。あの大災害の時、僕はその町でハンターに命を救ってもらったんです。でもそれがどこかよくわからなくて、ただ炎がすごかったことはよく覚えているんです。だからもうないのかもしれないけど。世界は広いからな、そんなところもあるんじゃないか？そうですね。僕もハンターになれば海を渡っていろいろな場所に行けるんですね。ハンターなら誰でもというわけではないがね。海を渡るほどの仕事を受けられる腕があれば可能さ。そうなるのはなかなか大変だけどね。大変でもいいです。僕もそういうハンターになって海の外の世界を見て、行ってみたい。それほど言うのなら、イティオのギルドに行ってハンターの資格を得るがいい。ハンターの資格？ギルドに行けばハンターになれるんですね。めっちゃ喋るな、この主人公。そうだな、君にその実力があれば。さあ、俺はもう行かなくてはいけない。君がハンターになったらどこかでまた会えるかもしれないな。頑張れよ。はい。さあ、こっからチーク少年のハンターを目指す旅が始まるんですね。ありがとうございました。道中お気をつけて。もう帰っちゃうの？もっといていろんなアイテム見せてほしかったな。またいつでもお越しくださいね。いただいたアクセサリー大切にします。それでは。チーク。うわ、なんか泣けてきた。ペイントボール？リーグルさん。何？あ、魔法のリンゴか。何がペイントボール？それってもしかして魔法のリンゴじゃん。ルッツ早くいらっしゃい。あの騒ぎで遅れた分の畑仕事をしなくっちゃ。文句言わずに早く。いやー、大したお方じゃった。なるほど、そんなこんなで進んでいくわけね。いや、面白いな。久々すぎて面白い。よし、決めた。
何をやねん。ん？あれ？びっくりした。ああ、なんだびっくりした。固まったんかと思った。危なー。ビビった。さあ、ということで、一旦、50のとこに行く。50に話したらよく、いいっぽくない？そんなことないかな？あ、50おらん。あれ？ 50 がおらんぞ。どこや？休んだらいいんか、自分家で。一旦自分家行く？ん？休みますか？あ、休めるな、やっぱり。さあ、一旦休んでみよう。さあ、これで、50がどっかにおらんかな。あれ？多分長老に話したらいいんじゃないか、ないかな。おらんね。あいつどこ行った？あのじいさんどこ行った？上か。あ、おった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 。おう、チークか。ちょうどいいところに行って、お前も手伝いなさい。助かったぜ。まったくルッツは一人にしておくとすぐいなくなるでな。お前が一緒なら安心じゃ。それじゃ頼んだぞ。なんか頼まれた。まったくやってらんねえよ。イティオまで行って村を救ったこの俺様が、またこんな畑仕事に逆戻りなんてよ。海の向こうにはもっと便利なアイテムがあって、こんな面倒なことしなくて済むはずなのにな。ルッツ。僕、ハンターになりに行く。え、ハンターに？今からか？ああ、決めたんだ。なんだって。じゃあ俺も連れてけ。ハンターってのは海の向こうとかいろんなところに行けるんだろ？そしたら俺珍しいアイテム探し放題じゃん。よし行こう。早く行こう。今すぐ行こう。となれば畑仕事なんてほっといて、50のところに行かなくっちゃ。なるほど。これで50に話したらいいんか？50ってどこやったっけ？上か。これか。おいらハンターになるぜって言いに行ったらいいんか。50門を開けてください。どうしたんじゃ？僕はハンターになりにイティオに行きたいんです。俺も一緒に行くんです。やはりの。あの時二人に助けを求めさせた時から、こんなことになるんじゃないかと思っておった。ましてや二人とも、戦いの中で不思議な力を身につけることができるのではな。止めても無駄じゃろうの。じゃがルッツ、クレッタには何というつもりじゃ？クレッタって何？姉ちゃんか。何にも言わない。仕方ないの。クレッタはわしが何とか説得しよう。わしは門を開ける用意をしておるでな。お前たちも記録をつけたり準備をするんじゃぞ。さあ、ということで、とりあえず、これで一旦終わります。アークゼラット3、プレステ1のゲームですね。プレステ3の機種で、遊んでいきたいということで、まあ、1本40分ぐらい目安でやっていきますんで、よろしくお願いします。じゃあ、今回そんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあ、バイバイ、お疲れ様。